鈴江彰は、神奈川県横浜市出身の元プロ野球選手。右投右打ち。NPB では、育成選手であった。横浜隼人校から、東京農業大学を中退、地元のクラブチーム、神奈川 BB、トリニティーズに所属した。2006年に、台湾、広農ブルズの入団テストを受験し、2軍の試合でも1試合登板したが、入団に至らず帰国した。2007年に NPB 入りを目指して、シーズン途中から BC リーグの信濃グランセローズへ入団。入団後すぐに中継ぎに固定された。2008年は先発、中継ぎ、抑えのすべてをこなせる投手として、チームに貢献。安定した投球で四死球の数は、格段に減り、ホイップは 1.20 を切った。シーズン終了後、久前慎吾と共に、NPB 球団の北海道日本ハムファイターズや千葉ロッテマリーンズの入団テストを受験し、10月30日のドラフト会議でロッテから育成選手として2位指名を受けた。グランセローズ出身者として初の NPB 所属選手となった。2010年はファーム日本選手権で1点リードの延長10回に登板し、西武を挙げ胴上げ投手となった。2012年は3試合の登板で、防御率 6.75 の成績に終わり、10月7日に戦力外通告を受ける。2016年からは、社会人野球のクラブチーム、横浜中央クラブに所属していた。ありがとうございます。